どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに、はい、始まりました。よいしょ、吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。さあ、早速今日のゲストは谷川ちゃんでございます。久しぶり。お願いします。久しぶりですか。いや、のイメージなんですけど。ほんまですか。いや、結構出てもらってるので。いや、私、全然この企画、いつ呼んでくれるんだろうと思って、うん、勝手にランキングね、はい。まあ、今日はあのランキングではございませんけれども、はい、今日は実は谷川ちゃんからちょっとね、企画案いただきまして。そうなんです。何やら皆さん、谷川ちゃんがですね、はい、ちょっといろんなフェチをお持ちでございましてですね。そうなんです。だから今ここに書いております。綺麗な手してる座員さん、そして綺麗な足してる座員さん、はい、そしていい匂いする座員さんとね、3つ。そうなんです。やだ、私のフェチが書かせていただきましたけれども、ちょっとこれは皆さん気になりますよ。谷川ちゃんが見る綺麗な手してるんですよあの方とか。私はもう癒ししてるんですよあの座員さんの、聞きたいですねこれ。男性と出会った瞬間にまず手見るんですよ、うんうん、いてるよね、そういう女性の方、はい。で、どんな手してるんだろう、指してるんだろう、爪してるんだろう、爪長くないかなって、まずそっからチェック入ります。すごいな、はい、なかなか近くじゃないともう見られへんやんどういうタイミングで見んの手は。目合わせた瞬間に手です、うん、お辞儀するときにもう、ね、はい、指見てるやん指見てます。そうなんや。私本当にあのこの座員さんがどんな指をしてるとか、うん、全部わかりますもんめちゃくちゃフェッチやん。はい、大好きなんです。谷川ちゃんが誰が綺麗な座員だと思ってるのか、はい、手とかね、足とか、はい、これ皆さんご期待ください。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで今日行ってみよう。お願いします。さあ、で早速ね、はい、もう手からいきますか。はい、わかりました。発表していきたいと思いますので、じゃあ谷川ちゃんちょっと書いてみてください。座員さん皆さんね、誰なのか、この方です。どうもお願いします。はい、わかりました。僕はあ、え、はい、え、ちょっと待ってください。はい、叩くなら叩いてくださいでも正直、はい、分かりますよ私。ほんまですか、ありがとうございます。ニーナさん、はい、あのニーナさんとても候補でした。へえー、あ、そうだよ、はい、嬉しい。これは綺麗な天使のザインさん、僕はもう自分とか言いました、はい。そしてタイガちゃん、お、市民さんの緑師匠、はい、うわ、これは聞きたい、これめちゃめちゃ聞きたい。親子ですよく似てるってね言われます、はい、ご自身でも言ってはります。市民さんも似てるというね、はい。そうです。じゃあまず僕からいいですか。はい、ね、谷川ちゃんも言ってくれましたので、はい、僕ね、これもちょっと僕あの人の手全く見ないので、はい、フェチではないので、はい、自分では僕唯一の自慢なんですよ、一つだけありまして、はいはいはい、安子姉さんと初めてがっつりお話しさせていただいた時があって、はい、なんやろ、みんなでご飯行った時かな、はい、で席が隣になって、はい、でいろいろみんなで喋って、安子姉さんと喋ってたりしたら、はい、安子姉さんが「ニーナ君って」って「あ、何ですか？」って。めちゃめちゃ指綺麗やねって安子姉さんに褒められたんですよ僕、あの安子姉さんに僕その時ほんまに嬉しくて、え、マジっすか、初めて言われました、いや、めっちゃ指綺麗やわって言ってくれて、はいはい、ほんますか、じゃあこれ自慢していきますわって言ってたのがすごい残ってるの記憶に、はいはい、安子姉さんに褒められたっていうので、もうこれはもう自分にしました。それはもうめちゃくちゃテンション上がりますね。そうやね、安子姉さん褒められるってなかなかないんですからね。そんな、ね、容姿を、ね、褒められていただくのも嬉しかったので、自分というので書きました、はい、これは。私、ニーナさんの手で、はい、あの好きなところは、はい、ほら見てください、はい、手綺麗なんです。あの、ニーナさんが、うん、こうやって iPad をこうしてる時のこの人差し指が一番好きです、はいはいはい、うん、これ分かる方いらっしゃいますか、ニーナちゃんの。分かるんかな、あ、はい、なるほどね、この手がすごく好きです。ほんま、はい、たまにこうやってめっちゃ小指とか立ってる時もあるかなおねえなってますね、おねえなってる時もあるけどもあ、そうね、あ、そんなとこ見てくれてんのね、はい、見てます私は、ニーナちゃんの時の。確かに生配信の時に、はい、視聴者の方もニーナさん指綺麗ですねってたまに言っていただけるので、はいはい、そうです、そうです。まあそして清水さん、うわ、ちょっと今度注目してみますわ清水さん。本当に、うん、あの男性って結構、私もそうなんですけど、うん、こうやって下に向けてると、うん、血管って浮いてくるじゃないですか。浮く浮く浮く、めっちゃ血管浮く。でも清水さん浮かないんですよ。あ、浮かへんねや。そうなんです。あ、それが逆にいいんや。はい、めちゃくちゃ綺麗ですし、あと手って年齢が分かりやすいっていうんですよね。あ、はいはいはい、女性は、まあ、特にそうなんですけど、そうなんや、年齢を感じさせない綺麗さ、すげえ。ぜひ今度注目してご覧くださいませ、はい、清水さんはね、よくちょっと舞台上立ってはる時が多いので、はい、皆さんよかったら前列のお客さんね、座ることがあれば清水さんのこういう時の
手をね見ていただければと思います。そして緑師匠、はい、緑師匠はですね、私あのたまにあの緑師匠を、はいはい、マッサージさせていただく、ありますね、はい、はい、姉さん方で、あの私結構マッサージ得意なのでさせていただくんですけど、うん、で緑師匠の手をマッサージさせていただいた時に、うん、私もすっごい感動したんですけど、何を緑師匠ね、うん、しっとりしてて、うん、とっても柔らかい手をされてるんですよ。私本当に感動して、もうずっと触ってたいぐらい。へえ、はい、そうなんや。そうなんです、柔らかい指、はい、うわー、これはもう本当に触ったことないとわからないと思うんですけど、それ女性座員しかないやろうね多分ね、まあ、女性座員でも本当に触るなんてことあんまりないじゃないですか。ないよね、だからマッサージぐらいしかね、はい、うわー、そうなんや、私だけが知ってる特権かなと思いながら、これは初耳でございますね、これは すげえ。へえ、ちょっと今度見てみよう、緑色の指。じゃあ早速ちょっと足いきましょう、はい、足、足ね、足は僕ちょっとね、まあこの方かなっていうのはね、もうほんともう私も足もね、いろいろ見ておりますから、もう厳選させていただきまして。マジで、はい、はい、さあ、綺麗な足してる座員さん、まず僕からです、はい、宇川さんと金丸ちゃん、わこれはね、はい、もう男性座員の中ではまあまあちょっと有名ですよ。宇川さんめちゃくちゃ足細い、はい、綺麗な足してる本当に細いですね、本当に。何やろうな、はい、上半身と下半身別ちゃうかっていうぐらい、はいはいはい、うん、なんかガンってな何を合体させたんっていうぐらい足スッって細い、はい、そうですね、スッって細い足。あの、宇川さんあの女子高生の、うん、ね、加工された時とか、そうや、ミニスカートね、はい、履いた時とかめっちゃ足綺麗やから、はい、すごい綺麗なんですよ。いや、わかります。で、まあ、金丸ちゃんは本当に最近なんですけども、はい、岡田直子ちゃんがツイッターで上げてて、はい、岡田直子ちゃんが私が一番思う女性座員で足綺麗なんですってなんか写真を上げてて、はいはいはい、で金丸ちゃんの写真バーンと上げてたんですけど、はい、本当にそれ見たら、あ、ほんまに綺麗やと思って最近初めて知った。あの、金丸ちゃんはすごくジムにも通って、そうやね、そうなんですよ、すごく努力家さんなので、ね、鍛えてるからね、はい、わかります。そうですよ。そして、谷川ちゃんは、はい、あ、竹雄さん、お、で、安子姉さん、はい、出ました、すごいこのツートップですか。あの、私、綺、う、麗、ん、な足の人の条件として、まず、うんうん、アキレス腱、はい、アキレス腱、アキレス腱キュッてなってる人がすごい好きなんですよ。あー、なるほどね、あー、はい、わかるわかる。で、私、うん、あの前に浴衣を一緒に着させていただいて、うん、あのカップルの役だったんですけれども、で、私の前に信濃さんが立ってらっしゃって、うん、はいはい、まあ、もちろん下駄なので、うん、私は毎回その信濃さんのアキレス腱を見ながらこう、うん、登場するっていう時があって、もう最高に幸せでした、うん、最高な幸せ一週間はい、そうなんや、確かに木の足してるよね、細い、めっちゃ、一時ね、何年か前やったかな、はい、その時はめちゃくちゃいじられてたんやけど、はい、もうスッチーさんがめっちゃいじられたり男性さんいじられたりしてたんですけど、はい、一時なんか短パン流行った夏シーズンあったじゃないですか、はい、皆さんありましたね、男性でも、まあ、今でも流行ってますけども、はい、短パン流行った時に篠田君はもういつもね、はい、その長ズボンっていうんですか、はい、しか履いてなかったのに短パンちょっと挑戦したんですよ、はい、その夏シーズンにね、はい、そしたら足細すぎて、はい、お前おじいちゃんみたいな感じだったこっから下おじいちゃんみたいな感じで、もうスッティさんがお前全然似合えへんな短パンスッティさん短パンになるやん夏になったら。そうなんですか。そう、春と夏とかスッティさんも短パンやん、はい、私逆にちょっとスッチーさんの足、うん、あんまり見た、あ、まあ、まあ、スッチー子さんでは見たことありますけど、うん、はいはいはい、あ、なるほどね、スッチーさんは結構やっぱり筋肉質やから、ね、いい足してる、いいふくらはぎしてる、楽しみですね、そう、また見といてください、はい、あんで、安子姉さん気になります、これは安子姉さんはやっぱり本当に綺麗なんですが、スラッとしてんもんな、はい、うん、そして私、安子姉さんの、うん、引き締まった足が好きなんですよ。なるほど、私は筋肉がついてる女子がすごく好きなので、うん、いいですね、陸上部とかもう大好きなんですよ。いいですね、陸上部のね、女性の、そうなんです、その安子姉さんはその筋肉もしっかりあって、うん、引き締まってとても綺麗なお足、おみ足をされてるという、これはまたこれも女性座員しかちゃんと見れてないところね、ぜひまたご覧ください。だって安子姉さん、俺だから、はい、楽屋着ジャージとかやんか。あ、まあそうですね。だ衣装でももう、はい、そうやって、はい、なんかどんなことかの方が多いやん。そうですね。だって安子姉さん、前グラビアされましたから。そうやん。そうですよ。ちゃんと見てないな。見てください。女
中学よりまだあるかもしれないです細いなしか思ったことないわ姉さん細いなーってあのグラビアのやつね綺麗なのでいやまだ何せ、はい、皆さん安子姉さんこれ注目してください、はい、よろしくお願いします。そして、はい、最後でございますいい匂いするザインさんの発表でございます、はい、どうぞ。僕はね結構匂いフェチなので、はい、悩みましたこれは。あ、そうなんですね。はい、本当悩みました。はいはい、さあいい匂いするザインさんはこちらです。ドン、愛ちゃん、あ、一人、もう、はい、僕はもう清水さんです。はいはい、まあ僕ら行きましょうか。はい、なぜ清水さんかと言いますと、清水さんね、よくね、ボディーシートで体拭くんですよ。はい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 、はい、清水さんね、はい、楽屋とかで、私服から衣装を着替える時で、舞台終わって、私服に着替える前とかボディーシートでバーってやるんですけど、はい、そのボディーシート、めっちゃええ匂いするんですよ。でもほんで、いつもね、どこのやつ使ってんねんでも、なんか、あ、なんか白っぽいやつだけどなんかメーカーとか見えんなと思いながら、はい、わざわざ覗きに行くのもあれやしで、わーってやってすぐバッてやってなんか直しはるから、はい、あれ、ええ匂いすごい、どこのやつなんやろ結構容量大きいやつや、はい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 、大判サイズのやつ使ってるんですよ、はい、それもいいし、いい匂いやなと思うし、はい、あとね、新劇の舞台化粧しますよね、はい、男性でも化粧します。で、終わって、はい、みんな顔洗います、はい、で、顔洗顔した後に、まあ、化粧水とか使いますけど、清水さんなんかシュッシュタイプの化粧水なのよ、はい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 、バーってかけはんねん、はい、キメが細かいのでね、うん、結構入っていきやすいんですよね。それのね、はい、匂いめちゃくちゃいい匂いする。どあれもどこのメーカー使ってるか全く分からんけどあれわーって清水さんやりはるときマジ男性がめっちゃいい匂いするねんどこのやつ使ってんのあれと思って、なんかね、いつも聞くの忘れてまうんですよ、はいはい、あ、いいよ、そんな爽やかやなと思いながらいつもね、これはね、本当に知らなかったです。これ男性座員分かってくれると思います。ぜひその時に私、男性座員ちょっと、うん、お部屋行きたいです、楽屋。清水さん、あ顔洗って、あ、今ぐらいかなっていう時、はいはい、パッて楽屋入ってください、はいはい、こういうシュッシュやってる時すごいいい匂いしますから。うわー、それは知らなかったです。やっぱその、はい、楽屋が違うじゃないですか。そうそう、違う違う。だからちょっと正直あまり匂いっていうのは男性は分からなかったんですけど、うん、分からへんよね。はい、そうね。だから愛ちゃん気になりますよ。愛ちゃん、愛ちゃんはですね、うん、私使ってる香水まで分かるんですけれども、愛ちゃん香水使ってんの？香水使ってますよ、もちろん。マジで？はい、あ、それ知らんかったわ。愛ちゃんはね、石鹸の匂いのするすごいいい香水を使ってるんですよ、うんで、本当に愛ちゃんがね、うん、そのまあ、楽屋から舞台にこう、うん、階段があるんですけど、降りて、はいはい、降りてきますね。愛ちゃんが降りた後はもうすぐ分かるんですよ、うん、残りがで、階段にもう香りが残ってると。そうなんです、石鹸のすごくいい匂いが、おその残りがを私嗅ぎながら、うん、舞台降りていくっていう。へそうなんですよ。そうなんや、爽やか。ちょっと今度俺それついていくわ。お願いします、うん、逆にね、愛ちゃんがあ今行ったなっていう時にずっと階段降りてやってみてください。うわ、そうなんや、はい、これは初めて知りましたね、はい、石鹸のする香りの香水使ったの。そうなんです。で、私多分そのなんでその男性座員の匂いがよくわからないかっていうと、うん、まあ、その男性座員皆さんこう匂いとかケアされてると思うので、はいはい、そうですね、結構気にする方多いですね。でもその多分あんまりその匂いのきついものを使ってらっしゃらないので、うん、分からないなと思ったんですけど、うん、私男性でお一人だけすっごいいい匂いされる方を知ってるんですけど、うん、あ、そうなんや、誰ですか？テンダラーの浜本さんですすいません、ちょっと気使ってありそうやな、浜本さん。浜本さんの、うん、テンダラさんのね、うん、イベントに私が出させていただいた時、打ち上げ、はいはい、まあ、コロナじゃない時ですけど、はいはい、打ち上げ呼んでいただいて、はいはい、その時、うん、洗濯したての服を着替えてはったんですよ。なるほどなるほど。で、多分柔軟剤の匂いかなと思うんですけど、言ってはるよね、たまにね、柔軟剤、匂いやな、これどこのやつ使ってんのみたいなね。もう知りたくて。あるある。いや、これは漫画園で浜本さん。そうなんです。なるほど。さあ、ということで、ありがとうございます、谷川ちゃん。はい。ね、いや、いろいろちょっと勉強になりましたね。はい、緑師匠もね、触ってください。いや、触られへん怒られるわ。あんた何してんのって何触ってくんのあんた怒られるもん。怖いわ、聞かれへんわ。安子姉さんもね、ちょっとね、はい、なかなか見る機会ないですけども、ちょっと注目したいと思います。今後注目して、はい、舞台の1列目になったら、はい、手とか足とか見てみてください。ぜひぜひ。もしかしたら匂いもふわっとくるかもしれないですけどねぜひね、はい、おすすめは前列でございますあ、そうか、マスクしてるから今無理かな。あ、そうですね、わかりません。いろいろコロナがね、はい、来ました。手とか足とか見といてください、はい、よろしくお願いします。さあ、今日のゲストは谷川ちゃんでございました。ありがとうございました、ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。それでは、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな
な哲郎でございました。